い、大量戦で開始14秒のオウンゴールが生まれてしまう。ラトビア代表とリヒテンシュタイン代表の親善試合で珍しいオウンゴールが決まった。キックオフからわずか14秒でのオウンゴールは、SNS 上でも話題となった。ものすごい難しい角度で決めてて素晴らしい。オウンゴールやけど、確かに、GK が何考えてファーに動いていったのか今一つわからない。14秒の OG もびっくりだけど、観客少ないのもびっくり。無観客でもないみたいだしなんでだろう。シュホールバルの歓喜のイラン戦でも、開始1分ぐらいでイラン DF が豪快なダイビングヘッドでオウンゴールしたんだよな。理由忘れたが日本側のファウル取られて無効になったけど。最速もすごいが角度が絶妙だった。そもそもキーパーはなんであんなとこいたんだろう。DF に対して、二度追いしてプレッシャーをかけてきた相手 FW の三度追いを恐れてできるだけ前を取ろうとしたかな。ゴールに蹴り込むのを想定してなかったようだ。パスをする際は、パスする相手を一度見てから、っていうサッカーの基本をおろそかにした結果だね。ゴールキーパーはワイドに開いて有利にボールを受けようとしていただけなので全く悪くない。キーパーがたとえいたとしてもリスキーすぎる角度のバックパスやな。ひどすぎ。この角度からのオウンゴール初めて見たわ。